サムラジオのことです。概念フレームワーク第1章、財務報告の目的。本文、会計基準の役割。4、経営者は本来投資者の保守的なリスク評価によって企業価値が損なわれないよう、自分の持つ私的な企業情報を自発的に開示する誘因を有している。それいえ、たとえ公的な規制がなくても、投資家に必要な情報はある程度まで自然に開示されるはずである。ただし、その場合でも、虚偽情報を排除するとともに、情報の透出性を確保する最低限のルールは必要であり、それを投資者間の交渉契約に委ねていたのでは、コストがかかりすぎることになる。これを社会的に削減するべく、標準的な契約を一般化して、会計基準が形成される。ディスクロージャー制度を支える社会規範としての役割が、会計基準に求められているのである。5. 会計基準が最低限のルールとして有効に機能するか否かは、契約の標準化ないし、外出化による便益がそれに伴うコストを上回っているか否かに依存する。そこでいうコストや便益は環境に依存して決まるため、その環境変化に応じて会計基準のあり方も変わりうる。あります。